你卡这多話をしたのは木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんが指割れた手で背中丸め寒い中、俺に酒買うてきてくれた。そんな優しい母ちゃんが風邪をひくなど見る前に、母ちゃんもいいねI'm not afraid to die.